セリカガでどうやって四季冬式を使えたの？メリアちゃんとの試合、見てたけど最後四季冬式使ってたわよね。確か、セッカから四季系の能力が消えたって聞いてたけど。そうね、消えたわね。使おうと思っても最初は全然だったわ。だけど、ソフィアちゃんから教えてもらって、それがきっかけで四季を今まで通り使うことができたの。ちょっと、今いいところだから後ろちょっと静かにして。セッカちゃんも亡くなった力を使いたいの。一人でもある程度戦えるようにするためにはやっぱり必要だから。そうなんだ、いいよ。ならセッカが理解したゲームで例えながら教えるね。私たちの持つ能力をゲーム機本体、使う能力をゲームソフト、だとするよ。セッカの場合だと原子支配がゲーム機、技名がゲームソフト、ね。あのゼロゼロうるさいやつ、うるさいって何よ。原子支配だとゲーム機がいろんなソフトに対応してるからゲームはできるんだけど、やりたいならちょっとそのゲーム機で遊べるようにデータをインストールしないとダメなの。ちょっと違うけど、スイッチで昔のゲームをインストールしてできる感じだね。あ、大会中に持ってきてたな。あれほどホテルに置いておきなさいって言っておいたのに。結果ちゃんの場合、創生支配で作ることが可能なんだから、そこさえ抑えればあとはソフト同様使う技術があればいいだけ。そうじゃない？ゲーム機の役割だったことを創生支配でやって、そこから引き夏式で使ってた光や熱を使えばいいってことか。引き夏式が行っていたことは光や熱を方式なしでも自動生成してたところ、つまり私が光や熱が生まれる方式を使って作り出せば使える。楽勝よ、私を誰だと思ってるの。あれだけ暗黒天才と呼ばれた式ですかよ。それくらいはこなしてみせるわ。燃えろ、私は最も熱に強かったはずよ。灼熱程度難なく扱えなくてどうすんのよ。すぐには殺さんぞ。周りの霊気のせいで、灼熱による痛みが長い間続くのよ。死にたくても死ねない？ずっと焼かれて私の苦しみを体で感じて地獄でなお苦しめ。新しい技術なんて必要ない。新しい力なんて必要ない。必要なのは今までの私の経験。私の経験した全てが私の力だ。つまんない。全然断末魔が聞こえない。乱れを感じない。生体がやられたか、まさか耐えてるのか。乱れている、隠しきれないみたいね。どん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 、余裕がなくなってる。ああ、そのまま燃えろ、苦しめ。もがけ、あがけ、この炎が終わった時のお前の骨を踏みつぶして粉々にしてやる。そのままバカみたいにオーラを消費しろ。気づいた時にはお前は形勢逆転だ。戦闘は力だけあればいいわけじゃない。バカみたいにオーラがあればいいわけじゃない。信じたい、それらを鍛え、なおかつ戦況を有利に進める頭脳がいる。バカじゃ勝てないのよ、愚者。料理とはどうしてこう待ち遠しい。この自身の欲求を楽しむ感覚と、出来上がった時の欲求を満たせる快楽。人間は欲に忠実な生き物。どんなに賢く生きようとも本質は変わらない。むしろそれを愚かというものが生物的に愚か。人は猿を対象に侮辱するが、私から見たら生物的本能に抗い、生物的役割を全うできない奴に比べれば猿の方が賢い。三大欲求、食欲、睡眠欲、性欲、これを否定し非難する奴が生物の足手まといだ。死ねばいい。私は欲に忠実に生きる、そして生物としての役割を全うする。燃えろ、私の欲求のために消えろ、何もない私にたくさんの欲で満たしてくれ。本当に哀れね、聞いてて虚しくなったわ。あなたはもうそんな一時的な欲にすがることでしか自分を救えないのね。人はみんな自分が大事なの、生きたいの、そして知恵があって、その人生は短くないと理解してるから慎重になるの。親でも、友でも、恋人でも、物でも、環境でも、自分の欲求よりも守りたいものがある。そうやって助け合い、生きてきた人たちの偉業をなんで分かろうとしないの。何？私に、哀れみの目を、向けてんだ。お前がそんな目で私を見るな。すべて持ってるくせに、どうせ裕福で才能に身を委ねて周りにチヤホヤされて、人生の谷を味わったことがないから言えるんでしょうね。お前が私の恋人を奪った。お前たちが私のすべてを奪った。そのお前たちが私に説教をするな。気持ちいいか、上から説教は楽しいか。お前の行動で不幸になった私を哀れむのはさぞ滑稽だろうな。なんとか言えよ。かわいそうな人？自分がしてきたことをそうやって被害者ぶって言われても何も伝わらないわよ。あなたたちがしてきたことは世界の多くの人を不幸に陥れた。それはどれだけ美化しても覆らない真実よ。黙れ。人に不幸を与えるのではなく、幸を与えていればきっとあなたたちは幸せになれた可能性は少なくとも今よりはあった。今あなたが何もないのは、それだけあなたが他の人から奪ってきたから、今
報じとく、救いようがないの。だけどあなたの戦う理由までは否定しない。私だって大事な人が死んだらあなたみたいに自暴自棄になる可能性は十分あるからね。せめて同じ人として、女性として慈悲をあなたに向けるわ。じゃないと報われないでしょ。そんな哀れみなんて、必要ないわよ。よく頑張りましたね。ソピラノス愛、だけでも使いこなせるようになったのは大きな収穫だと思うわ。でもよかったの、あれで。どうしようもないじゃない？私にどうしろっていうのよ。あんなの、もう選択肢はなかった。こうするしかなかったのよ。そうですね。そう、選択肢なんてなかったのよ、私には。危ない危ない、もう少しで団員が減るところだったわ。クモ糸、まさか。おっさ、元気だったか、1年ぶりだな。久しぶりだし同窓会でもやるか。そんな間柄じゃないか、お互い死に損ない同士ってことくらいしか共通点ないしな。たくましくも久しぶりに見たけど、面白い方向性で強くなったな。ちょっと想像つかなかったわ。あんたは石化が倒したはず。ああ、俺の大事なおもちゃだ。あいつは強くなったか。今世界大会でベスト8に入ってるわよ。もう1年前が可愛らしく思えるくらい強くなってるわよ。おおそうか、それは再戦した時の楽しみが増えるというもんだっと。それで本題だけど、休戦しないか、お互いこれ以上の消耗は避けたい、そう思わないか。丸くなったわね、1年前のあんたなら容赦なくこの糸で有無を言わさずに殺しにつけたでしょう。本来ならそうしたいけど、あいにく今は戦闘準備ができていなくてね、僕も偶然、この場に居合わせたに過ぎないからさ。それに弱っているとはいえ、今戦ったら1年前の目の前になりそうだし、こいつやけに頭いいから嫌いなんだよな。わかったわ、私も無理に戦いたくないし、そっちから手を引いてくれるなら別に構わないわ。助かる、それじゃあ追撃はなしでよろ。勝手に話進めないでよ、私はここで。服従の糸。黙ってついてこい。それじゃあ、また会う時を楽しみにしてる。もし相手がブラフで本当にあの時力がなかったかもしれない、けどそこまでのリスクをかけるには私がダメだった。その考えに私を全力に当てはめなかったのは正解です。しっかり成長しましたね、月下様。さて、気配を探っていきましょうか。と言っても私のオーラも昨日の今日でかなり消耗してもう 10% くらいしかないけど。では私は月下様の中に控えておきますね。また何かあれば私にお聞きください。教育なら私も力になれますから。うん、ありがとう。今こうやって生きてるのは真のおかげだわ。みんな、無事でいて。よし、とりあえず一般人全員無事、駅まで遅れてよかった。あれからかなりの時間が経った。急いで月下か豪華と合流しないと。次元支配、模写世界。とりあえず移動しないと、この世界なら現実世界に比べて時間の進みも私の力で加減できるからほぼ止めることも可能。すぐに追いつく。南海戦騒動の時にゲーム壊されてたのよね。私がしっかり見守っていれば、本当ね、でも一応ネットにセーブデータ管理してるんでしょ。そうだね、なら安心、科学の力ってすげえ。俺、それやってないのよ。まあこれを機に新しいゲームを始めるのもいいんじゃない。なんてことするの。せっかく私いいところまでゲーム進めてたのに。だからといえばソフィアちゃんがゲームを持ち出したからいけないんでしょ。結果が無理やり引っ張らなかったら壊れなかったもん。ソフィアちゃんがおとなしく渡せば壊れなかったわよ。犯人お前らじゃん。はい、今そんなことどうでもいいのよ。そうだよ、せっかちゃんが壊したんだから私が進めたところまで進めてよね。はあ、ソフィアちゃんも同罪でしょ。あ、これ、俺が止めないといけないやつだ。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。